司令、今日はどうするのだ？そうだな、イベント海域もクリアしたし、主力艦隊のレベルもあらかた上限まで行ってるし。あ、そういやあいつら江ノ島に着いた頃か。先般出航した北上たち第4艦隊のことですか？そう、暇つぶしに江ノ島艦隊ボコってやろうかと思って、とりあえず中に偵察に行かせてみた。んじゃあ、おいらも今から江ノ島演習に行くから君たち第1艦隊は中部海域あたりへ適当に出撃しといて。あ、機関は大和でよろ。了解した。かしこまりました。おい、ずいぶん楽しそうだね君たち。あ。ん？なんだお前か。何しに来たんだよ。あらあら、またお客さんだわー。司令、その方は誰なのです？不詳、俺の弟だ。ちなみにニートの提督だからニートくって呼んでやれ。どうも、ごくつぶしです。中島。缶掘り。おい、俺が家に入れた金でドック全開放してんじゃねえよ。あはは、ケチくさいな。切れやすくて容量も悪いから役職もらえなくて彼女もできないんだよ。余計なお世話だ。え、てかお前3時に彼女いるの？好きニートなのに？うん、残念だけど。あ、でもそうすると兄貴は自動的に好きニート以下の社畜ってことになるね。お疲れちゃん。仲悪いな。しかしまあ、第一艦隊に介入レベルが一隻もいないとかお粗末極まりないね。仮にオイラがここの司令官だったら1週間で確実に全艦レベル99とか余裕なのに。は、いくらお前が自宅警備の達人だからって1週間でそのレベリングはありえねえし。そう？んだったらさ、こいつら1週間オイラの鎮守府に預けてみる？超合理的なレベリングで誰かさんとの能力の違い見せてあげるから。ほほう、艦隊のトレードってことか？面白い、ぜひやっていただこうじゃないか。じゃあ、オイラが約束守れたら兄貴にはこの砂浜で全裸土下座でもしてもらおうかな。オッケー、そのまま逆立ちしてやらー。誰とくシシ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 。というわけで1週間の間よろしくお願いします、司令。な、何してるの？リアルで溜まってるからって虹で発散しようだなんて。いやほら、さして興味ないフィギュアとかでもさ、一応構造が気になってひっくり返したりするじゃん。あんな感じ。うっうぐ。僕。初めて司令官に女子として意識された気がする。まさか喜んでる。じゃあ早速カレクル行ってくるでち。僕は出撃かな？いや、別に行かなくていいよ。え？どうして？お前らいつもニートくんに酷使されてんだろ？ここにいる時ぐらいゆっくりしとけ。資材なんてそのうちたまるから。優しいんだね、ニートくんって。うちのブラック司令とは正反対でち。まだカレー用解放できてないなんて言えない。ビスマルクゲットするまではレベを失うわけにもいかんし。まあまあ、軽空母は対戦能力とかコスパとかのメリットもあるんだし、ニートくも対はないと思うぜ。せやけどずっとほっとかれたら自信なくすやろっつー。なら俺がお前の背中を押してやる、自信を持て。どさくさにどこ触ってんねん、この変態。すまん、ガチで背中だと。死ね。せやけど、もっと褒めてくれるなら時間と場所次第では考えてもええで。お気持ちだけで。え、お前駆逐艦が好きなの？なんで？レズ的な意味で？大体合ってる。いやいや、北上さん、駆逐艦の講座が合ってたじゃん。違うよね。え、そうだったの。うちは低コストレシピがたたって駆逐艦が溢れ返ってるんだよな。ぼちぼち整理してかないと。見た、北上様誕生日。これ以上いけない。カンコリ。本当にすみませんでした。うちの第4艦隊引き取りに上がりました。オイラにこいつらを手名付けるのは無理だった。兄貴、マジ尊敬する。な、なんだよ気持ち悪いな。結局誰もレベル上がってないし、なのに全員キラキラとか、一体何があったし。いやそれはそのごめん、言いたくない。おいお前ら引き上げるぞ。やだ、君たち見事に毒されたね。カンホリ、やれやれやっと帰っていきやがったか。心なしか寂しそうじゃねえか。バカえ、レア感を逃してちょっと惜しいだけだ。で、城ヶ島で一体何があったんだ？ふふふ、秘密ですよ。
それより随分彼女たちと仲良くなってたみたいなので、むしろそっちが気になります。別に普通だろ。浮気？え？不満ですか？私が？我々の出撃中に一体何があったのだ司令。ふふ、怖いか？よっしゃ、今日は有給取ったし、朝からレベリングしまくるぜ。くっそー。